アプソンは、1994年8月7日に、オープンしました。で新宿で17年、幡ヶ谷4年、そして高円寺に来て、2年やってます。本日のおすすめは、ザ・スペースメンのアワークレイジーダンスです。1965年に、リリースされて、オリジナルリリースされたアルバムなんですけども、有名歌手のバックバンドが、エレキギターで、日本の民謡をやったアルバムですね。タイトルはアワークレイジーダンス。私、店主山部は、あまり英語が得意じゃないんで、まあ、こっちの方で単語とかを頼りに、精一杯、探してるものとか、日本のそういうアーティスト探してるものとか、そういうのを、選んでます。うちの店はやっぱり、ミュージシャンであったり DJ であったり、絵描きアーティスト、ダンサーとか、まあ、そういう方が、多いんですね。うちの店にあるようなものを、聞いたりして、クリエイティブまたものを作ってくれてるみたいなことを言ってくれてると思うので、そういう点でも、探してもらえたらと思います。日本は、アニメだけじゃないっていうのを、